橋本市では住宅内のさまざまな家電などがインターネットを介してコントロールされているスマートホームのモデルハウスを堺市の子どもたちが見学しました。今日橋本市のニュータウンさつき台に堺市立松林寺小学校の4年生と引率の教員ら合わせておよそ20人が訪れ、大阪市の住宅サービス会社株式会社大倉が設けているスマートホームのモデルルーム2棟を見学しました。情報化社会の学習の中で子どもたちに最先端の技術を体感させたいとの学校側からの要望に応じて大倉が去年11月から行っているものです。子どもたちは身の回りのものがインターネットでつながる IoT 技術を使ったスマートホームの便利さを体感していました。一方、今月2日には堺市立桃山台小学校5年生の児童らおよそ30人もモデルルームを見学しました。児童らは登録した音声やスマートフォンで住宅内の家電をコントロールできることやカメラによる顔認証で個人を特定することで外出先から家族の様子の確認や遠くに住むお年寄りの見守りも可能になることを学習しました。また体温や心拍数などの健康情報を医療機関に送って健康管理ができるなど情報技術が支える未来の生活に思いを馳せている様子でした。安心安全で健康管理までできてお年寄りに優しい家やと思いました。いろいろなところでいろいろなものを操作できるので大人になったら過ごしてみたいなと思う家でした。